こんにちは。おいもです。今日は開発環境の構築をやっていくよ。今日の作業の流れはこんな感じだよ。基本的に Forge の公式ドキュメントに沿って作業するから、概要欄のリンクから確認してみてね。それじゃあ、早速やっていきましょう。まずは、JDK のインストールから始めるよ。JDK は Java Development Kit の略で、Java での開発に必要なツールやライブラリーがまとまったものだよ。概要欄から公式ドキュメントを開くと、英語のページが出てくるよ。2段落目にある Eclipse Temlin をクリック。インストーラーがたくさん並んでるよ。JDK17、Windows、64bit の MSI を探してダウンロードしよう。ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、インストールが始まるよ。インストールが始まったら、次へをクリック。セット Java ホームバリアブルを選択して、次へをクリック。あとは普通にインストールすれば大丈夫だよ。次は MDK のダウンロードだよ。MDK は Mod Development Kit の略で、Mod の開発に必要なものだよ。再び Forge の公式ドキュメントを開くよ。3段落目の頭にある Forge ファイルサイトをクリック。バージョン 1.20.2 を探して MDK をクリックしよう。右上に広告スキップのカウントダウンが出ているから、スキップボタンが表示されたらクリック。ダウンロードが始まるよ。ダウンロードが完了したよ。ダウンロードしたファイルをわかりやすい場所に移そう。おいもは C ドライブ直下に、マインクラフトモッドデブっていうフォルダを作って、その下に置いたよ。デブはディベロップメント、開発の略だよ。よくわからなかったらおいもと同じようにしてみてね。移動したら ZIP を解凍しよう。回答が終わったら、元の ZIP ファイルは消して大丈夫だよ。次にフォルダーの名前をわかりやすくするよ。名前はわかりやすければ何でもいいけど、アルファベットと数字だけにしてね。おいもはモッド入門っていう意味で、モッドイントロダクション 1.20 っていう名前にしたよ。次はインテリ J のインストールだよ。インテリ J は前の動画でも触れたけど、開発のための便利なツールだよ。まずはインテリ J で検索。公式ページを開いて、ダウンロードをクリックするよ。すると、インテリ J アイディアアルティメットっていうのが出てくるけど、これはスルーしてスクロールしよう。下の方にコミュニティエディションっていうのがあるから、これをダウンロードするよ。コミュニティエディションは無料版、アルティメットは有料版だよ。無料版で十分使えるよ。ダウンロードが完了したら、ダブルクリックでインストール。基本的には Next を押し続けるだけだけど、Create Desktop Shortcut は、オンにすることをおすすめするよ。次はビルドをするよ。ビルドすると、プログラムが実行可能な状態になるよ。まずインテリ J を起動して。真ん中のオープンをクリック。ファイル選択画面が出てくるから。さっき用意した Mod Introduction 1.20 フォルダを選ぶよ。
このファイルを信用していいか聞かれるから。信用するトラストプロジェクトをクリックするよ。プロジェクトを開くと自動でビルドが走るよ。左下のトンカチアイコンをクリックして、ビルドログを確認しよう。ビルドサクセスフルって表示されたら OK だよ。トンカチが表示されてない場合は、メニューからビュー、ツールウィンドウズ、ビルドを選ぶと表示されるよ。次に、右側のゾウさんアイコンをクリックするよ。タスクをクリック。フォージブレードルランズをクリック。ジェンインテリジェランズをダブルクリック。ちょっと時間がかかるよ。ビルドサクセスフルって表示されたら OK。最後に動作確認をするよ。ランクライアントをダブルクリック。こんな感じでゲーム画面が起動するよ。環境構築は何回やっても成功した時にちょっと感動するよ。コンティニューをクリックして、もっとをクリックして、もっとが読み込めていることを確認しよう。マインクラフト、フォージ、イグザンプルモッドの3つが表示されていれば OK だよ。みんな、無事に環境構築できたかな？開発環境構築は、初心者にとって最初の難関と言われているくらいだから。もしエラーが起きたりしていても、落ち込む必要はないよ。誰もがつまずくところだからね。困ったことがあったらコメント欄で教えてね。できる限り答えるよ。次回は今日作った環境を少し整理するよ。それじゃあ、バイバイ。